問題,3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください矢印の人は何と言いますか1から3の中から一番いいものを一つ選んでください「例はじめに「 絵の説明があります絵を見ながら聞きましょう先生と矢印がついている人がいます朝先生に会いました次に質問何と言いますかが聞こえます矢印がついている人は何と言いますか 3つの言い方が聞こえます。どれが一番いいですか。一つ選んでください。1おはようございます。2, 2失礼します。3はじめまして。先生に朝の挨拶をしています。 おはようございます。がいいです。正しい答えは1です。では、始めます。1番 1> プレゼントをもらいました。何と言いますか 1, 1ありがとうございます。2, 2ごめんなさい。 3. 失礼します。2番。2> 会社で挨拶をしています。何と言いますか 1, 1. おはようございます。2. 2お元気ですか 3. サスポーツの 田中です3番椅子に座りたいです。なんと言いますか ?1, 1ここいいですか 2, ?2 ここ誰ですか ?3 ここどうですか 4番、店の奥のネクタイを見たいです」何と言いますか 1, ?1 あれを見ます 2, 2あれを見てください3あれを見せてください5番、 窓を閉めたいです。何と言いますか。一。閉めてもいいですか。二。<2 S 2> 閉めてくれませんか。三。<3 S 2> 閉めてください。六番。タクシーに乗りました。 東京駅へ行きたいです。何と言いますか。一。東京駅までお願いします。二。<2 S 2> 東京駅はどこですか。三。<3 S 2> 東京駅へ行きますか。七番。 写真を撮ってほしいです。何と言いますか 1, ?1 すみません、一枚撮ってくださいますか <S ?2, 2 <S すみません、写真を一枚くださいますか ?3 すみません、一枚撮りましょうか